はい、今日野心大太さんに急遽動画に出ていただくということで鳥取のホームゲームの良さを一言いただきたいと思います。はい、はい、すいません、わざわざ、はい、ありがとうございます。まあとにかくまずやっぱりサッカー専用スタジアムっていうところが本当に選手と距離も近いですし見やすいというところと、やっぱこの田んぼの中にポツンでスタジアムがあるっていうね、なかなかこういう感じは他のところで味わえないですし、あとブースいっぱいあの鳥取の食べ物なんですけど、めちゃくちゃ美味しいので、本当に試合がある日はですね、皆さん足を運んでいただいて、ぜひ他の、ちょっと行ったことない人もですね、ぜひ試合見がてら観光に来ていただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。なんか喋んなくていいよ。喋んなくていい。